レオポルド・トーレ・ニルソンは、アルゼンチンの映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。1924年5月5日、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスに生まれる。父は、映画監督のレオポルド・トーレス、リオス、母はスウェーデン移民、父の1歳上の兄である叔父は撮影監督、映画監督のカルロス・トーレス・リオスである。満15歳を迎える1939年に、 公開された、父レオポルド・トーレス・リオス監督の映画ロス・パガーで、メンジェータで助監督を務めたのが、最も古い映画界での記録である。第二次世界大戦後の1947年、短編映画エル・ムロを監督して、映画監督、脚本家としてもデビューする。1957年、天使の家を、監督、第10回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、出品。 賞は逃した。1959年に監督したラカイダは同年の第9回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品して賞は逃したが、翌年1960年のアルゼンチン映画批評家協会賞で銀のコンドル賞を獲得した。同年監督したフィンデ・フィエスタは同年の第10回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品して賞は逃した。 1961年に開かれた第26回ベネツィア国際映画祭で審査員を務めた。同年に監督したラマノイエヌ・ラトランパは同年の第14回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品して国際映画批評家連盟賞を獲得した。1962年に監督したセテンタベ・セスシエテは 同年の第15回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品して賞は逃した。1963年に監督したラテラサは同年の第13回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品して賞は逃した。1967年に監督したラチーカデルルネスは同年の第20回カンヌ国際映画祭の コンペティション部門に出品して賞は逃したが、前年に監督したエロオジョク・エスピアは、アルゼンチン映画批評家協会賞で銀のコンドル賞を獲得した。1971年に監督したギムズ・ラティエラ・イエヌ・アームスは、同年のモスクワ国際映画祭に出品されたが、賞は逃した。1972年に監督したマフィア・ケツの起きは、 翌1973年のアルゼンチン映画批評家協会賞で銀のコンドル賞を獲得、同年に監督したロスシエテロコスは同年の第23回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品して銀クマ賞を獲得した。1974年に監督したボキータスピーントダスは同年のサンセバスティアン国際映画祭で、 銀の貝殻賞と審査員特別賞を同時受賞した。1978年9月8日、ブエノスアイレスで死去した。万54歳ボーツ。ブエノスアイレス英国墓地に眠る。特筆以外は全て監督作である。劇映画の監督作に関しては、フルリストである。ありがとうございます。